チャールズ・マーティン・レフラーは、ドイツ出身のアメリカ合衆国の作曲家、バイオリニスト、音楽教師。19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランス印象主義音楽の影響を消化した、米国人作曲家として、チャールズ・トム・リンソン・グリフスと並ぶ存在である。渡米後に、アルザス生まれのウクライナ育ちを自称したため、長年にわたってその追い立ちが信じられてきたが、 現在では研究者によって過去を封殺するために出生地をでっち上げたことが究明されている。なお、生の前にトルノフを加えて二重生にしたチャールズ・マーティン・トルノフ・レフラーという使命も伝えられている。レフラー生がドイツ語でヘラサギを意味することから、それに該当するロシア語内誌はウクライナ語の単語を付け加えたとレフラー本人は説明していたようである。生前レフラーは ミュールーズ生まれと主張してきたために、ほぼすべての音楽辞典が、この偽情報を掲載している。存命中に発表された記事でさえ、レフラーの典型的なアルザス機質を小説したほどであり、後に、ダリウスミオは、自伝の中でレフラーを、スイス出身の老作曲家と改装した。実のところは、音楽学者で、レフラーの電気作家のエレンナイトが、明らかにしたように、レフラーは、 フランス人ではなく喫水のドイツ人であった。ベルリン市民を両親に、ベルリン近郊のシェーネベルクに生まれ、マルティン・カール・レフラーと名付けられた。したがって国籍はフランスではなく、プロイセンであり、母語はドイツ語であった。ただし幼少期をコスモポリタンな環境で過ごしたという、逸話や、未央の記憶は、あながち誤りであるとは言えない。レフラー家が、 農薬開発の権威だった父親の仕事上の都合からたびたびヨーロッパ各地を点々としたため、レフラーはアルザスやキエフ近郊のスミエラで少年時代を過ごし、その後はハンガリーやスイスにも暮らしているからである。レフラーが反プロイセン感情を募らせるようになったきっかけは12歳の時、共和派の父親が投獄され、明らかに拷問を受けた上で、 やっと釈放の目処が立った矢先に心臓発作のために獄死したことに遡る。レフラーはバイオリン奏者になる決意を固め、ベルリンでヨーゼフ・ヨアヒムにバイオリンを、キールでボルデマール・バルギールに作曲を入門した後、パリに留学してジョゼフ・マサールにバイオリンを、エルネスト・ギローに作曲を指示する。その後パドル管弦楽団に、 バイオリン奏者として入団した後、1881年に、恩師、ヨアヒムの推薦書を携え、ボストン公共楽団に入団すべく、アメリカ合衆国に移住し、1882年から1903年まで、同学団の事実上の、準コンサートマスターを務めた。1891年からは、ボストン公共楽団に、自作の還元楽組曲を演奏してもらって、 作曲家としてもデビューし、以降はアメリカ国内のオーケストラに作品が上演されるようになった。1887年には米国市民権を取得し、ついにはボストン公共楽団を退団して作曲に専念するようになる。友人にはウジェーヌイザイやジョン・シンガー・サージェントがいたほか、ガブリエル・フォーレやフェルチョ、ブゾーニ、後にはジョージ・ガー・シュウィンとも親交を結んだ。 幅広い教養と洗練された趣味の持ち主として、同時代のフランス音楽やロシア音楽に深く根ざした音楽語法を発展させており、とりわけ管弦楽曲においては、セザール・フランク、バンサン・ダンリ、エルネスト・ショーソン、クロード・ドビュッシーの作風に明らかに影響されている。それと同時に、象徴主義文学や大敗主義の詩人たちにも感化された。創作においては、しばしば変わった。 楽器法を試みており、1894年にビオラ、ダモーレを入手して、以来、演奏家としても作曲家としてもこの楽器の復興に、情熱を注いだ草分けの一人となった。意外なようだが、後にはジャズにも熱狂し、ジャズバンドのための作品をいくつか手掛けてもいる。1935年、マサチューセッツ州メドフィールドの自宅にてエミ74歳であった。門人に、 ハワイ出身の鍵盤楽器奏者のフランシス・ジャッド・クックや一時期が主人の恋人とも騒がれたケイ・スウィフトがいる。英語歌曲、ヘレンに作品15から3の実質フレフラーは好みにうるさい作曲家であり、ゆっくりと作曲したため仮作家であった。チェロ競争曲など紛失した作品も少なくない。儀古典的なニューイングランド学派の作曲家の中に、 あって、どちらかといえば、急進的な公共詩の作曲家として名を挙げており、メーテルランクに基づく、タンタジルの詩、ベルレーヌによる、有識、歌、ベルギリウスの詩による、異教徒の詩、子供時代の思い出といった還元楽曲を残している。この他に、イエーツの詩集に基づく連作歌曲集、5つのアイルランドの原影がある。 これらの作品は、フランス印象主義音楽や、スクラー・ビン・流のロシア象徴主義音楽と共通する音楽語法が取られ、拡張された調整と半音外技法、自由奔放な加成法、先方的な傾向が顕著である。一方で、弦楽五重奏曲や弦楽四重奏曲、オーボエとビオラ、ピアノのための二つの教師曲のような室内楽曲は、むしろ、 ドイツ世紀ロマン派音楽の手堅い伝統にのっとっている。宗教曲、詩編第137番、バビロンの川のほとりにもロマン派音楽の伝統に立脚しているが、よどみなく、流れる美しい旋律ゆえに再評価に値しよう。他に、フォーレやドビュシーに影響されたフランス語の芸術家曲も数多く手掛けた。ボストンにおいて、岡倉天心の台本による、オペラ、 ビアッコが計画されたが、レフラーの作曲が進まず、結局実現しなかった。このため天心との間に気持ちの行き違いや対立が生じた。なお、ビアッコの日本語台本は、岡倉天心全集一に木下淳二役で収録されている。また、その趣向原本は、茨城県天心記念市浦美術館に公開展示されている。 日本でも早くから一部の指揮者には、レフラーの業績が知られており、大田黒元は、大正14年の著書、洋楽やわに、大声、ボビオラ、ピアノのための二つの教師曲を、室内学編成での表題音楽の恒例として、該実している。ありがとうございます。